そういえばトイレ問題は解決しましたか？なんかありましたっけ？前なんかトイレなんか前の編集してた段階では、はい、すごい夜間頻尿っていう話があったんですよ。あ、かなり減りました。あ、よかったですね。よかった。じゃあそういう意味では支障は楽に、でも、最近は眠れないからもう暇つぶしで飲んで暇つぶしでトイレ行くみたいな。感じではあります、ね、なるほどね。またちょっと違う理由で同じような状況に。でも起きてる時はもうだいぶ減りました。あ、そうなんですね。よかったですね、はい、本当前は、ね、水族館行ってる最近、そうそう、水の音でもう行きたくてしょうがないって言ってましたもんね。何回行くんだみたいな忙しい そう、なんかそのモードに入っちゃうとというかね、なんか悪循環になってしまうとすごい困りますよね、うん、どんどん感覚が、そうなんですよ、うん、我慢する癖というか、この動画見たら行こうとか、ちょっとずつ我慢するよね、なんかできるだけやっぱりね、その膀胱に溜める訓練をしないといけないですからね、意識を遠ざけたりとかね、結構トイレトイレって思ってるとついね、また行きたくなるので、でも結構夢で トイレ行きたいみたいな夢はさ、でもなんか便器が汚くてやっぱやめる、夢は毎日見てて、すごい汚れてるんです。まあ、なんか抑制するからそういう形で夢になるんですかね。多分そうですよね、そこで無事に、はい、できちゃったらまずいですもんね、布団なのに漏らしてるか確かに漏らしてるかね。なんか大人になると一応あれでもちょっとなんかこれ本当に出していいっていうストッパーがかかるようになりますよね。子供の時だとなんかトイレトイレみたいなもう何もストッパーがないからなんかジョワーってなった段階であ違ったのかみたいなそこで気づく確かに大人になると何かしら理由があって、そう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 、なんかそういう夢ででも行きたくない理由になんかねなったり、そう汚いとか、そうそうそう、見つからないとか、そう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 、なんかなんとなくやっぱりこういや今なんか体勢が違くないかとか、はあ確かに、なんとなくわかるような、そうそう、理性が働くようになりますね。成長してるんですね。成長してる、そうなんですよね。それがまた何十年か経つとそこがバカになってくるんでしょうね。ああ、そっか。せっかく訓練したのにね。そうそうそう、忘れていっちゃう。きっと、もういいだろうみたいな。トイレ汚くてもいいやみたいな。そう、緩んでくるじゃないですかね。結構動くんですけどね。ここ久々に触られて体勢がないから余計なんか刺激が強く。ああ、そうですね。忘れてるというか、もう、はい、久しぶりだから。前ちょっと痛くても、じっとこらえて。そうそうそう。こういうもんだってね。技を見つけて。もうしっかり。体勢がね抜けちゃって。うるさいかもしれない。いいじゃないですかね。私はもう動画とかめっちゃしてて、はい、うるせえなって思うだけなんですよ、自分に。自分にね。確かに。シャーとか言うからね。特に昔のとか遡ると本当にうるさくて、はい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 、あ、痛い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 
あ、痛い痛い痛いって痛い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 あ、痛い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 。うるせえコロナってなんかコメント書きたいぐらい自分なのにアンチコメント。そうですね、なんかまあこう頻度がね、その熊見に行ってると、うん、こういう流れだとかこれぐらいの感じとか慣れも出ますし、そう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 、あるし、あとは、まあ、体の疲れもねそこまで溜めてる状態よりいいですからね、はい、まあ、受けやすくはなりますよね。いや痛いですね。そう、初期とかはなんかこういうことってすぐ痛いとか言って、ええ、なんか自分で見て大げさだしなんか演技っぽいなと思ってたから、はいはいはい、なるべく声が出ないようにしてたんだけど、それも忘れてて我慢ができなくなってですね、あの頃だと思います。いや、というか、まあ、やっぱめちゃくちゃ硬いから普通に痛いですよね、うん、自分では一番よく分かってるのにテレビとかでそういう足つぼとかで見るとすごいオーバーだったって、はい、毎回思ってしまう。あ、自分が叫んでるのにそうそうそう、何この人騒いでるって恥ずかしいんだみたいな。人には厳しいですね。まあ硬いんだけど、はい、あの一応沈むから乗せてなくはないなみたいな。あ、はい、めっちゃ硬いですけどね。普通のお客さんぐらい。まあ、あの硬いお客さんぐらい。まあまあまあこの上には なりますよねっていうところでもあります。そうですね、だってずっとベッドにいるから。そう、でも本当に動かない人の背中ですね。いや、もう本当自粛中は家事すらしなかった、あ、そうなんですか。やってもらってましたね。あ、そうなんだ。いや、じゃあもう本当になんだろう、寝たきりじゃないけど、家の中でじっと お姫様みたいな。へえ、ご飯はまだみたいな。そう、あ、ちょっと床汚れてるよとか。ムカつく。ムカつく。汚れてるよって言うんだ。でも優しいっすね。それで大丈夫なんですね。あ、でもすごい我慢してたと思う。なんか私声出すのめんどくさいから、用あるときはパンパンって叩いたり。マジっすか。すごい。やばかった。本当にお姫様じゃないですか。へえ。すごいな。え、パンパンって何ですかみたいな感じだった。そうそう。すごいじゃないですか。そうそう、すごい。マジっすか。すごいな。そう、そんくらい動かなかった。なんか羨ましいような羨ましくないような。いや、でも悪循環なんですよ、動かないから体がどんどん悪くて、うん、まあね、うん、悪いから動かないみたいな。そう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 、病気なんだよみたいな。やばいですね。やばいです。コロナ離婚されてもおかしくない。そう、一緒にいて嫌なとこが見えてきちゃう。あ、まあまあそうですよね。お洗濯とかもしなかったんですか。あ、洗濯はでもギリギリやって、うん、あ、そうなんですね。あげる日もあった、あげる日もあった。すごいな。
どうですかね、一旦ちょっと背中側はこのぐらいで、はい、今度は仰向きになっていただきましょう。はい、仰向きお願いします。リベットの端っこから頭のてっぺんちょっと出るぐらいに、はい、少し上目で見てください。はい、そうですね、はい、これぐらいで大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。みほさんは告知ありますか？いや、特にまだないんですけど、はい、インスタやってるので、はい、貼っときますね、リンクを。あ、そうですね。はい、リンクを、もほさんのインスタのリンクを貼りますので、よろしければ概要欄からご覧ください。See you!